ふ六所朝し神社は、静岡県富士市にある神社、式内社論社、旧社格は豪社で、現在は神社本庁の別表神社、通称は三日、市朝間神社、全国にある朝間神社の一社、富士家保護者の六職にあたり、主座である。通常、朝間神社といえば、この花咲くや姫命のを主神とするが、 当社はその不審の大山み命を主催神としている。神仏集合時代は、金剛界大日如来を本事仏としていた。伝承では、皇宗天皇2年6月10日、富士山三福に創建と伝えられる。その後噴火のため、戦略4年に現在の地に遷座したとされる。主神天皇により4、 道将軍として派遣された竹ぬかあ川けの命は当社を厚く集計し、直兵を立てまつった。周辺に死が立ち、三日、地、朝間と呼ばれるようになったという。また明は四年に記された由書書によると、平城天皇の大道元年に五社を混流したとある。元は六所宮や六所朝間宮と呼ばれ、明治五年に五社に列せられると、 淵六ろ朝漢神社へと改称した。中世は六く宮と呼ばれることが多く、また、近世の資料である文久二年が直轄する神社であった。五社の中でも僧者とされ、六十3年の富士山大演技で僧者と記される五社の中でも筆頭にあたる神社であった。しかしその影響勢力は時代により変異はあり、るが進行後に、 武田氏が同地を支配すると、武田信玄は元気が安に別当職を東、泉委員に変く能農寺に与えている。これは苦能寺による武運長久の記念に対する恩賞として与えられたものであった。しかし、武田氏滅亡から小田原征伐を経て徳川家康の関東違法を迎えると、駿河国は豊臣秀吉の影響下に入る。その際東、泉委員は、 天正18年に別当領190国を安堵され、この190国は六諸宮を含む下方五者の信領であることから、六諸宮は再び東、泉委員の勢力下に戻っていたとされる。しかし、慶長5年の主印上では190国が安堵されて、いるのは、東泉委員ではなく久能寺の院下の一つである、ともかであり、再び久能寺の勢力下に収まっている。 またこの友勝坊は、あず泉院より、東、泉院領及び、藤河法別当職を譲り受けることになり、それ以後六諸愚は、久能寺の勢力下であった。演起式新明庁中の駿河国富士軍の、式内者として、淵神社とあり、当社はその論者とされる。拝殿、ありがとうございます。